はい、石崎です。今日はですね、この石崎 RX8 の何がどう良くて石崎この車にしたんだっていうところを動画にしていきたいなと思います。大まかに見た目、性能、乗り味、この3ポイントから評価偉そうなこと言うな自分評価じゃないですけどね、何が良くて何がかっこいいなと思ったとか、乗ってみてどうだったとか、そういったところをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではですね、まず見た目からなんですけども、見た目は僕はこの車かっこいいなって思いましたね。うん、ノーマルの8もかっこいいとは思うんですけど、やっぱりこういじってる感がある車ってのはいいなと思ってて、この穴開きボンネットも8はなかなか似合う車だと思いますし、フロントバンパーがかっこいいですよね。レッグのバンパー、ここら辺とかちょっと高級っぽいし、かっこいいなと思ってます。で、このアイライン、結構僕アイライン好きじゃないんですけど、8の前期に関しては結構アイライン似合ってんじゃねえのかなと思ってます。なんかね、ちょっと高級っぽいヘッドライトになるような感じで、なかなかいいんじゃないかななんていう風に感じてますし、このフェンダーのダクトもね、こう白に黒ってのが生えてるんだと思うんですよね。これ例えば、黒ボディに黒とかだとやっぱちょっと引っ込んじゃうし、黒ボディ白ダクトっていうのも浮いちゃうと思うんですけど、やっぱり白ボディに黒のワンポイントがあるっていうのは結構かっこよく見える感じがします。で、そうですね、アンパネもまあね、こうレーシーというか、お、走ってるねっていう感があっていいんじゃないかなっていう風な、ようにも見えますね。で、横に行ってみると、まあこれ今あの街乗りのホイールなんですけど、 RPF1 を黒く塗ってあるみたいなんですよね。で、オフセットが15とかそんくらいで、結構外側出てるんですけど、まあまあこうつらっつらな感じで、決まってるっちゃ決まってるんじゃないかなっていう、そんな感じですね。はい、まあまあ側面に関してはサイドステップがついててあるあるな感じだと思うんですけれども、あ、そうそう、このフェンダーね、フェンダーも8ってノーマルフェンダーで295入るぐらいでかいんですけど、それがね、こうラインが結構湾曲してるというか、こう流線的な純正フェンダーに対して、こっちはこう GT カーっぽい、レーシングカーっぽいような角張ったオーバーフェンダー感があるようなパーツなんで、これはこれでインパクト出ててかっこいいかなって思います。まあ、純正も結構いけてますけどね。で、リアに来るとリアにも、こういったオーバーフェンダーがついてます。ここはねボルト止めなんですけど、ここのデザインはね、あの賛否両論あると思うんですよ。だってそもそも8って結構、まあ、流線的なニュルッとしたボディなんですけど、そこにこうゴツゴツ系のパーツをつけるのって賛否両論分かれんじゃないかなって思います。まあ、レーシーっちゃレーシーなんですけどね、純正フェンダーが結構、まあ、フロントと同じようにね、滑らかなラインでモコって出てるんで、特にそのタイヤサイズ的にオーバーフェンダーが必要ってわけでもないとは思うんですけども、まあ見た目パーツとして好みは分かれるところかなっていうふうには思いますね。はい、そのままリアに来ると、これがね純正バンパーに穴開けたり、ここ切ったりしてるんですよね。はい、まあここはこれこそ本当好みの問題だと思うんですけど、僕は結構純正バンパーが好きで、純正バンパーって結構 ABS 樹脂使ってると思うんですけど、耐久性がやっぱ高いですよね。ちょっとぶつけたぐらいじゃ割れたりしないし、そういった意味でこう純正バンパーベースの改造バンパーってのは僕は結構好きです。あの何より頑丈ですし、壊れてもオークションとかでね引っ張ってこれたりするんで、そういった意味では走る人は結構純正バンパーのまんまにエアロパーツ、まあ、フロントだったらアンパネとかねつけるぐらいでいいんじゃないかなっていう風に思ってます。はい、でウイングなんですけど、これがボルテックスの、1600mm、 ちょっと8にしてはでかいっちゃでかいんだと思うんですよ、その8のパワーと車格に対しては。ただ結構まあ僕はこの8ってまあまあボディが縦長な車なんで、こんくらいのサイズのウイングでも結構似合っちゃうんじゃないかなって思ってます。リアビューなんかね結構迫力出ますし、ここのステーがこう末広がりになってるんですよね、左右で。なんでそういったのもこうボディの端からウイングが出てて、よりそのインパクトを強調させるような、そんなような見え方にもなっていて、かっこいいんじゃないかなっていうふうには思います。でこれやっぱね、利きはしっかりしていて、本当にねウイングの角度1個調節するだけでも、筑波の最終コーナーでアンダーオーバーが大きくキャラクターが分かれるぐらい空力性能としては効いてるウイングですね。もうねその間ぐらいが あるとちょうどいいというかね、今の仕様に合わせやすいんですけど、まあまあすごく効果は体感しやすいパーツの一つですよね。はい、
ということで見た目に関してはこんなもんですかね。見た目はそこまですげえこだわりがあるっていうタイプでもないんで、ある程度やっぱりその雰囲気が出てて決まってれば OK っていうタイプの人なんでね、こういうものがついててこうかっこいいですよねっていうのを紹介したんですけども、でもねこのお気に入りポイントとしてはこうフロントバンパーとリアウィング、この2つですね。この2つのパーツが変わると多分この車のキャラクターはすごい変わってくると思うんですけど、フロントビュー、リアビューが僕的にはまあまあお気に入りなところなんで、そういった意味でもまあまあ満足はしています。はい、じゃあ続いてですね、性能的な部分話してみますかね。はい、まずその RX8 はエンジン的には NA の 13B レネシスが搭載されていて、まあパワー的にはここまで一通りね、給排気コンピューターっていうものをやって200馬力前後っていうところでしょうね。まだ測ってないんですけど、まあ周りのデータ見てもそうだね、ダイノパックで係数1で200いかないぐらいなんじゃないかなっていう感じです。調子のいいエンジンで、なんでまあ調子良くて多分200馬力はちょっと超えるとは思うんですけど、大まかに180から200ぐらいの間のスペックなんじゃないかなっていうふうには感じてます。はい、でまあそのエンジン特性から来る乗り心地的にはまずあの街乗りのトルクはないです。あのマフラーもやっぱちょっと抜けよくして太くなっちゃってたり、タイヤも太くて抵抗が大きかったりするですし、クラッチないし、まあ、フライホイールも軽量タイプのものになってるのでトルク感っていうのはないですね。まあ、トルク感というかやっぱ低回転だとこうちょっとラフなクラッチワークをしてしまうと結構すぐストーンとストールしてしまうような、皆さんがイメージしてるようなエンジン特性だと思います。でもちろん回せば上はもうビンビン丸ですよ。9500ぐらいまでは普通に回ってきますからね。でサウンドっていうところなんですけど、なんかね8って駅マニを盗聴にしてしまうとパワーが出なくなるらしいんで、ほとんどの駅マニは不盗聴だと思うんですけど、ちょうどね3、4000ぐらいまでの回転が少し音がこもって、盗聴マニの V8 エンジンみたいなとかね、6発直6みたいな、そんなような V8 は違うかな、点火時期の兼ね合いもあるけど、まあ強いて言うならシングルプレーンの V8 エンジンみたいなね、すごく調律されたこうフォーって聞こえてくるような、そんなような音がしてきます、この仕様だと。多分これな、触媒の性能とかでも音は変わってくると思うんですけど、3、4000ぐらいまではねまあまあこもっていい音だなっていう、滝筒エンジンみたいな感じがするなって音がしていって、まあそのまま回していくとちょっと音は割れてくるんですよね。パラパラ割れてくるんですけども、まあ、外から聞いてると結構いい音なんじゃねえかなっていう感じですね。マツダの 787B とかね、ル・マンの車が車より音が先に走ってくるっていう風な言い方をされたりしていて、まあ、ロータリーエンジンってそうなのかもしれないですけどね、この車も結構車より音が先にこうプワーンって音が来てから車がボーって抜けていくような、ちょっとね不思議な感じの音の聞こえ方がするエンジンだなっていうのは改めて思ったりしてます。はい、で例えばこうサーキットとかの性能面だと車的に超絶ピュアスポーツではないと思うんですよ。そこまでこうがっつりサーキットとか速さっていうのに振ったスペックではないですね。やっぱパワーの割に車重もまあまあ重いですし、何よりパワーがないまあ、ライトチューンの S2000 とか FD2 よりは筑波で3キロぐらい落ちてくるのかな、3キロとかもっと落ちてくるかもしれないですね。富士なんか行っちゃうともうストレートで点にされるぐらい、まあ、加速性能っていうところに関しては NA エンジンとしてはちょっと他のハイパワー NA レシプロエンジンと比べると劣るところがあります。まあ、そこはね、しょうがないんですけども、ただねこう旋回性能っていうところに関してはすごく長けているっていうような感じを得ますね。ジャンクションみたいなところはめっちゃ速いですし、いわゆるこうワインディングロードの峠道の切り返しみたいなところもスイ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 曲がっていくようなフィーリングです。まあもちろんねセッティング次第っていうところはあるんですけれども、基本的なこの車の前後の軸重もやっぱ50対50に限りなく近くてですね、乗ってるそのフィーリングっていうのはすごくいいですね。あとさっきねこうピュアスポーツではないと言ったんですけど、多分ですけどこの車ブレーキバランスがまあまあリア寄りによっていて、スポーツ走行する時のブレーキバランスが結構いい感じに思います。
多分ですよ、むしろちょっとリア効きすぎてんじゃねっていうぐらいリアがしっかり動いてくれるんですよね。なんで制動時の多分車体の姿勢もいいですし、前後のパッドの減りもまあまあバランスよく減ってくれるんじゃないかなっていう気がしてます。特にねエボインプなんかはほとんどフロントで止めてるようなもんでしたけど、そういうのと比べると全然ブレーキバランスはいい感じがしますね。で足もいいんじゃないですかね。やっぱりこうサーキットも走れるし峠道も走れるし、車の作り方次第ですけども太いタイヤも入るとっていうのもあって、結構割と懐の深い、足なんじゃないかなと思います。特にねここがこうあってこう癖が出るなんていうのはトーコントロールアームぐらいじゃないですかね。そんくらい変えてあげればそのまんま気持ちよく走っても楽しい車なんじゃないかなっていうふうには思います。まあいわゆるライトチューンっていうところだとパワー的にはホンダタイプ R 勢はちょっと劣ってくるかなって。ただその反面鈴鹿みたいなコースくねくね走っていくようなコースはまあまあ速いぞ、そして乗ってると楽しいぞっていうところですよね。やっぱロータリーエンジン回せるんで気持ちいいですね。そんなようなところだと思います。はいはい、乗り味ってところなんですけど、もうなんなら車動かせよって話なんですけど、一旦この状態でお話をさせてもらいますと、この車で多分一番運転している時に五感で感じる部分で他の車と違うなって感じるのは多分っすよ、シフトフィーリングなんですよ。でこの車ってマツダ特有のパワープラントフレーム、まあ、PPF がついてるわけなんですけども、多分そいつの影響なんでしょうね。ちょっとシフトフィーリングは独特な感じがします。例えばちょっとこう回して走るようなシチュエーションとかだとすごいスパスパ気持ちよく入ってくんですけども、ちょっとねこう街乗りの渋滞トロトロみたいなシチュエーションは入り方がいまいち噛み合わないなっていうような感じもあったりします。もうこれはね使ってるオイルと使ってるシチュエーション、そしてその時の温度っていうものにすごく影響されるので一概には言えないと思うんですけど、ちょっと独特なやっぱりシフトフィーリングなのかなって思いますね。車の仕様が全然違うんですけど FD の時よりはこっちの方がフィーリング的にはいいです。はい、ロータリーあるあるだと思うんですけど、ペダルがちょっと全体的に右寄りになっていて、多分これ RX7 の時とかもそうなんですけど、エンジンをできるだけ手前に持ってこようとフロントミッドシップにしようとして、多分ねこうペダルとかが追いやられていったんじゃねえかなとは思ってます。だってすぐそこにエンジンいますからね。ちょっとペダルが右寄りですけど、そこまで乗れないってほどではないですね。慣れの問題だと思います。でね、それ以外はすごく乗りやすい車だと思いますよ。すごく乗りやすいっていうか、逆に言うとどこが弱点と見られがちなポイントかなっていうと、やっぱり、トルクがないこと、あとバックが見えない、後ろが見にくいですね。多分トランクが結構ブリッとしてるからだと思うんですけど、ちょっとこう後方のバックする時の見切りはあんま良くないなって感じがします。まあそんくらいじゃないですかね。なんかインパネもかっこいいし、うん、いいんじゃないですかやっぱりホイールベースも長くて、長い割にはキビキビ走ってくれるんで、あの全開で走るとすごい楽しいです。街乗りトロトロはちょっとやっぱり、トルクついてこないんでね、ちょっと違うと思うんですけど、ワインディングとかサーキットとかでこう気持ちよく走るにはすごくいい車だと思います。はい、そんなところですかね、乗り味。はい、ということでこの8のお気に入りなところと乗った感じとか性能的なのはどうなんだっていうのを僕なりにお話ししてみました。ということでまた次も見てください。ではでは。